YouTube で演奏を見たり、2000人の吹奏楽で演奏を見て憧れて入りました。演奏を何度か聴かせていただく機会があって、私自身が演奏する側になりたいなと思って憧れてこの部活に入りました。明るいサウンドとダンスを入れた演奏が魅力です。みんなで合わせた時には言葉で表せないくらいとても楽しいことが魅力です。見て楽しむこともできて、聴いて楽しむこともできて、演奏している私たちも楽しむことができるところが魅力だと思っています。夏にある吹奏楽コンクールと、秋にあるマーチングコンテスト、冬にある定期演奏会が主なイベントです。演奏させていただく機会がとても多いので、短期間で覚えることがとても大変です。ドリルステージでの振り付けや譜面を覚えることなどが大変だなと感じます。先輩後輩関係なく、音楽に意見を出し合いながらいい音楽を作っていくパート練習がとても楽しいです。合奏をしている時が楽しくて、特に自分が苦手なところとかが完璧にできた時にはとても楽しいと感じます。自分の楽器の音だけでなく、周りの音を聞いて的確にアドバイスをしてくださるところです。音楽にとても真剣で、有名な吹奏楽部との合同練習をさせていただいたり、経験をたくさん与えてくださる先生です。ドリルステージなどで振り付けをした後とか、先輩方と一緒に演奏し終わった後にとても達成感を感じます。ただ楽器を吹くだけではなくて、見ているお客様も楽しんでいただけるように、自分たちが実際にダンスをしながら演奏するステージのことです。自分の将来の夢は舞台の仕事に就くことなんですけど、見てくださる方にどういうことをしたら楽しんでいただけるかなどの部活で経験したことを将来活かせるんじゃないかなと思って考えています。フォワードというまっすぐ歩く歩き方や、リアという後ろ向きに歩く歩き方、フロントという体は前のまま横向きに歩く動作を日々練習しています。体力面もすごくあって、夏の終わりからマーチング始めるんですけど、やっぱり体育館だとクーラーとかもないので、一日練習してる時はすごく大変です。できます。先生だったり先輩が一から教えてくださるので、今の部員も誰も入学した時はやったことないんですけど、全国大会まで出ることができたので、やったことがなくても大丈夫です。町小でしかできない経験がたくさんあります。一緒に吹奏楽しましょう。うちの吹奏楽部は1年生から3年生までね、みんなで活動してて、3年間びっちり部活動に取り組むことができます。座ってやる座奏と、秋からはマーチングということで体育館を使って練習をやっています。で、この2つをやってるっていうのが、とても子どもにとっても違うことをやるので、リフレッシュできるっていうか、それいいかなと思います。あとはパフォーマンスですね。演出とか、ただ座って演奏するだけじゃなくて、ステップを踏んだりとか、歌をつけたりとか、そういういろんなパフォーマンスを出すことで、お客さんに楽しんでもらえるような工夫を、生徒たちもやってて、踊りをつけてみたりとか、結構いろんなアイデア出してやってくれています。
ぱり自分たちで活動してるっていう気持ちをどうやって持たせるかっていうのを大事にしてます。まあ大人がね、引っ張るところも大事なんだけども、やっぱりいかにヒントを与えて自分たちで考えて自分たちが動いてるっていう、まあ、自主性って言いますかね、そこをとても大事にしてます。大切な仲間がいる部活です。たくさんの経験ができる場所です。全員が一生懸命取り組むことができる部活動だと思っています。